ハイタイ、ハイタイ、龍大アイビーン。皆さんこんにちは。今週も龍大アイビーンの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは琉球大学国際地域創造学部4年次の宮城里奈と3年次の佐久本真帆です。この番組は現役琉大生が琉球大学の先生や学生と研究や琉球大学沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう。そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。この番組のオープニングとエンディングで使われている音楽は音楽家の高雄飛さんと琉球大学理学部教員の田原修太先生が作ってくださいました。高雄飛さんは現在ジャズピアニストとして活躍されていて、那覇で演奏会をされることもあるそうです。 CM の前や後にも流れるので、ぜひ注目して聞いてみてください。それでは本日のゲストを紹介いたします。琉球大学理事兼副学長の牛久保清先生にお越しいただきました。牛久保先生、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではここで牛久保先生の紹介をしていきたいと思います。牛久保先生は現在琉球大学理事兼副学長として琉球大学に所属し、社会人リカレント教育などを行っております。このリカレント教育では学生の幅を超えて社会人などに指導を行われています。それでは CM の後、牛久保先生について詳しくお伺いしていきたいと思います。FSO パイロット留学アカデミー。私はキャサリン、夢はパイロット。キャビンアテンダントも素敵だけど、女性パイロットって超かっこいいよね。目指すは世界中を飛び回るキャリアウーマン。国内初の FA パイロット試験官が熱血指導するパイロット留学アカデミー。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中。段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖札バター、うん、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角宜野湾店好評営業中。ヒートのお昼前パーソナリティの宜野湾市市会議員小屋仁と申します。日頃の議会の活動から地域のイベント、そして頑張っている皆さんの情報をお伝えしていきます。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしてます。どうぞ皆さん、ヒートのお昼前よろしくお願いします。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。本日の琉大アイビーンのパーソナリティは佐久本真帆と宮城里奈でお送りしています。それでは先ほど紹介しました琉球大学理事兼副学長、牛久保清先生についてお話をお伺いしていきたいと思います。牛久保先生、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先ほどこちらの方で牛久保先生の活動についてご紹介させていただいたのですけれども、改めてお聞きしたいのですが、牛久保先生が行っている社会人リカレント教育とはどのようなプログラムなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、社会人を対象としたリカレント教育プログラムは2014年からスタートしました。で、改めまして今年の9月から、特にコロナ禍で
失業者あるいは転職を希望している方々、さらにはキャリアアップを図りたい方を対象とした、少人数教育をスタートさせました。で全部で8科目あるんですけれども、はい、ほとんどが理論というよりも実践学ですね。で具体的な科目名としては、私はキャリア開発実践論を担当しています。キャリアを開発し強化していくためのいろいろなノウハウとか知識、これを、ロールプレイングとかケーススタディを通じて、学習する、そういった方法です。その他にマーケティング、さらには財務管理論、それから統計学、それから起業家精神論、こういった経営学やマネジメント論をベースとした科目構成になっています。で受講者は、20代もいれば30代40代50代、それから、60代の方も一生懸命オンラインですけども勉強しています。私もZoomによる授業は初めてなんですけども、だんだん慣れてきました。一方通行的な座学であれば問題ないんですけども、このリカレント教育っていうのは、いわゆるアクティブラーニングですね、能動的学習、あるいは PBL プロジェクトベースドラーニングですから、課題を与えて、でそれをみんなで考え議論して課題やテーマを紐解いていくと、そういう方法です。ですからディスカッションとかケーススタディとかロールプレイング、そういったものが主体になるんで、本来オンラインだとやりにくいんですけども、ね、やっとブレイクアウトルームの活用の仕方も慣れてきましたので、明日はコーチングに挑戦する予定です。あ、そうなんですね。はい、みんな一生懸命頑張ってます。非常にモチベーションも高くてですね、私も緊張しながら授業をしております。なるほど、すごいですね。では牛久保先生がリカレント教育のプログラムを始めたきっかけ、また大学教授になったきっかけは何ですか？はい、リカレント教育を始めたきっかけはですね、ご存知の通り18歳人口がどんどん減少してますよね。で琉球大学ができた、70年前は、日本の人口に占める18歳から22、3歳までの人口の割合が 55% いたんです。ところが2030年には 17% に減ってしまいます。ということは、それ以外の方々っていうのは若い、とても若い人か年配者ですね。ですから、やはり若い大学生のみを中心とした教育だけでは今後、大学は前に進めないと思いますので、やはり社会人あるいは留学生に焦点を当てた教育が必要であって、そういう理由から社会人向けのリカレント教育を2014年からスタートさせました。それから、大学の教授になったきっかけはですね、はい、実は私の亡くなった父親が大学の教授をしておりました。そうだったんですね。私と違って非常に優秀でですね、北京大学を出ていて、中国語と英語ともちろん日本語、トリプリンガルです、社会学を専攻していて、そういった立派なお父さんの下でですね、非常にコンプレックスを抱きながら、子供の頃は過ごしていました。で、高校に入るとやはり反抗期になって、まともに父親と素直に話すことができなくてですね、ただ憧れてはいました、すごいなと。でそういう中で就職をして、だんだん大人になって、そうですね、30歳ぐらいになると、やはりお互いのやっぱりこう考え方とか生き方が分かってきますから、はい、コミュニケーションが取りやすくなって、それでお酒を飲みながら話すようになったんですけど、実は私が32歳の時に父が朝のジョギングの途中で倒れてしまって、心不全で、急性してしまったんですね。でそれがきっかけです。最初は当時婚約者がいてですね、はいはい、その人が
お父さんと同じ職業を目指したらっていうふうに提案してくれて、うん、いやそりゃ無理だろうっていうことで一周したんですけども、だん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 そのいわゆるこう目標がこう大きくなってですね、で結局もう一回受験勉強をやり直して、で最初立教大学の大学に受けたんですけども、はい、不合格になりまして、でそれでこれは困ったなということで、で婚約者の方も困っちゃって、で結局喧嘩して捨てられてしまいました。でその時に、剣道部とゴルフ部の先輩にあたる、まあ、そのお二人は大学院も出て文武両道の素晴らしい尊敬すべき先輩なんですけど、そのお二人に相談をしました。でその時に、最後にですね、牛久を今金いくら持ってんだ、すんごい忙しい時代を過ごしてきましたから、お金だけは貯まってたんですね、1500万円。すごいですね。で当時33歳ですから、それだけの軍資金があれば何も問題ないと、まあ、30超えて親の金出してもらうようじゃしょうがないけれども、自分で投資できるわけだから、しっかりと素直に自分の夢を追求しなさいということで、それで半年ぶりに猛勉強してですね、で早稲田の社会科学部というところに合格させていただいて、そこから7年間学習と研究を続けて、そういうたまたま琉球大学に助手の公募があったもんですから、それにエントリーして大学の先生の一歩をそこから踏み出しました。それが大学の先生になった動機ですね。なるほど、ありがとうございます。さまざまな出来事があって大学の教授になられたということですね。はい、はい、もし仮に大学の先生になっていなかったら何を目指していたと思いますか？おそらくホンダ系の部品メーカーで、働いていましたから。あ、そうなんですね。当時世界戦略でアメリカにこう進出する、はい、動きがあったので、はいはい、おそらくアメリカのオハイオ工場長になっていたんではないかと思います。大変興味深い内容ですね。それについては後ほど詳しくお聞かせさせていただきたいと思います。わかりました。話を大学の授業のリカレント教育に戻しますが、受講生はリカレント教育の授業を受けてどのようなことを身につけることができるのか詳しくお伺いしたいです。はい、職業教育というスキルというよりもですね、はい、職業観、職業に対する価値観とか考え方、そういったものをしっかりと身につけて、でそれを自分自身の目標の土台にする、いわゆるこうミッションステートメント、ミッション、使命を言葉に表す言明ですね、はい、これをベースにして学習ポートフォリオを全員に作ってもらいます、はい、で学習ポートフォリオっていうのは自分自身のいわゆるこう 棚卸しをして、はい、魅力とか強みとか可能性、これを明らかにする。それから、自分の価値観というのは自分が大切にしたいと思っている生き方、考え方、働き方です。これを文章化するわけです。文章化すると理解ができますよね、はいはい、でその理解したミッションをベースに具体的な目標を設定して、で目標を設定したならばそれを効果的に達成するための戦略を編み出して、はい、でそれに基づいて行動し結果を出し成長していくという、これがリカレント教育のベースになってます。就職活動とかでもそれは使えそうですね。非常に有効ですね。はい、じゃあ私たちにとってもすごい役立つような内容ですね。そうですよね、はい、ありがとうございます。ではリカレント教育といえば自分を見直すことであったりだとか成長をしたい人たちへの教育だと思うのですが、牛久保先生はどのようなことを意識して生徒さんたちと向き合ってこられたのですか？やはり学生さんというのはまだ成長途上にありますから、はい、やはり大人よりも経験も浅いし、はい、それから知識も、もちろん知識ある人もいますけども発展途上にあるわけですから、はい、ただそういう成長する存在をやっぱりこう認めるというか敬意を表するという、はい、だから現在はまだ未成熟かもしれないけども必ずじゃあ将来努力して成長し沖縄や日本のために貢献できるそういう人材になるであろうという個人感を持って学生には接していました。
はい、ここまでリカレント教育について詳しくお聞きしてきました。現在琉球大学の方で理事兼副学長をされていますが、話の中でもあったように一般企業で働かれていた時期もあったのですか？はい、そうですね。大学を卒業して22歳で就職をして、11年間、33歳まで、ホンダ系の部品メーカー、これはプラスチックとかゴムとかフェノール樹脂、樹脂系ですね、これの成形物を製造販売する、部品メーカーで働いていました。で、最初の4年間は生産現場、工場労働者としてものづくりに取り組んで、でまだ若かったですし非常に忙しい時代でしたので、はい、完全3交代ですね。早番、遅番、深夜番、24時間フル稼働です。で若手はみんな深夜番に回されてるんですよ。で、スタートするのが5時半、それから、終了するのが確か、4時頃だったかな。それで、ですから太陽が降りて暗くなってから出勤して、太陽が上がるとともに退社するという、あ、そんな生活を1年間ずっと続けたこともありました。1年間、ただですね、単調労働って言われるんですけども、やはり常に改善、工夫、改良することによってよりよく、より楽しく、そして儲かるという、それをモットーにしてたので、考える仕事をしてましたから、はい、そういう意味では非常に仕事としては面白かったです。うーん、で4年後に今度は品質管理の仕事をするということで、はい、で QC って知ってますか？品質管理ですね。統計的品質管理を学んで、で現場でよりよく、より安く、より早く作るためのそういったノウハウとかアイデアを考えて、それを組み込んでいくという、そういう仕事を1年間しまして、でその時は福島工場というのがあってですね、本社は埼玉だったんですけども、毎週1回は福島工場に出向いて、福島工場の皆さんと一緒に QC 活動に取り組んでました。で向こうは2交代で朝5時から始まるんで、でその5時に間に合うように埼玉を出るわけですね。ですから4時間かかるので、夜中の1時に出て、で皆さんと一緒に出勤すると。そうするとですね、非常にこう喜ばれるんですよ。私たちのためにものすごい早く起きて一緒に働いてくれるということで、はい、そこで連携協力体制ができて、はい、仕事がうまく進んだという記憶があります。うーん、でそういった仕事をしていたらですね、ある日社長に呼ばれまして、うん、はい、ちょうど福島工場から帰ってきたことなんですけども、でいきなり来年からアメリカ行ってみないかって言われたんですね。急ですね。でなんでかなと思って、まあ、確かに当時円高の嵐でですね、はい、輸出すればするほど損をするというそういう時代だったんですよ。うん、例えば1ドル250円というレートが1ドル200円になる、これ円高ですよね、はい、で車1台が1万ドルだったとすると、1ドル250円のレートだと250万入ってくるのに、うん、1ドル200円のレートになると200万円しか入ってこないから、うん、50万円損しちゃうわけですよ、うんうん、そうですね、だから輸出をすると損なんで、はい、向こうに生産拠点を作って、うん、向こうの人を雇って向こうの原材料を調達して向こうで生産すれば、その円高のハードルをクリアできるんで、うん、多分そのことで集中するんだろうなということで、まあ、それは結構当たってたんですけども、うん、それよりも社長の意図はですね、英語ができないお前が向こうでアメリカで1年間暮らすということは最大の訓練だということで、うん、それはよく考えてみると期待されてるということで嬉しいことなんですけども、うん、 そうですね、そうは感じなかったんですね、私ね。そうなんですか。それでいろいろな出張に関する目的とか、はい、それからどういったスケジュールで行くかということに詰めて、はい、で1年間
アメリカのウェインズバーグというところで生活しました。でその隣のオハイオ州にあのホンダオブアメリカンマニファクチャリングという通称オハイオ工場というのがあって、でそこでの研修もあったんですけども、あの主に部品メーカーですから、そのデトロイト近郊に GM とかあるところ、デトロイト近郊に部品メーカーがあったので、そこに出向いて現場を視察して、で本当にアメリカに進出すべきかどうかという報告書を、まあ、あの1ヶ月間かけて書いたんですね。で当時英語が全然できないので全部あの書いた筆談です。こうやって筆談筆談いくら聞いても返ってくるもうあの言葉がもうスペースラングエッジという宇宙人が喋ってるんじゃないかって、だから筆談 で書いてもらって、でそれを集めて後で まとめて整理するという、そういう形で、非常にまああの英語が未熟だったゆえに苦労しましたが、やっぱりあの我が社もオハイオ近郊に進出すべしという結論を記したリポートを作って出したんです。ところがあの会社の決定はですね、アメリカに進出しないと。でどこに進出したかというと中国です。中国フィリピンですね。でなぜかというと当時ですね、日本人一人の社員の給与で、フィリピンの人、中国の人30人雇ってたんですよ。労働コストが安いから。あ、マネージャークラスだと50人雇ってたんですよ。50人、だからそこで作ればものすごい安くできるから、はい、輸出しても損じゃないんですよ、うんうんうん、だからそういった戦略をトップは当時取って、私の報告書っていうのは無駄になっちゃったわけですけどもでも今はもうアメリカにも進出してます、私が辞めた後。そうですね。ですから、まあ、何らかの、お返しはできたのかなと思ってますけれども、はあ、これって何年ぐらい前の話ですか。私が、27歳の時なので、もうかれこれ40年前ですね。ああ、もう40年前から海外の方でものづくりして輸出するっていうのは、結構始まってたんですか。始まった頃ですね。あ、そうだった。あの70年がニクソンショックで、あの固定相場制から変動相場制に変わって、で円高ドル安っていう問題が出てきましたよね、だからそこら辺が、日本の特にメーカーが、自動車とかそういったメーカーが、家電業界もそうですけども、アメリカに進出する最初の動きだったわけですね。あそこでアメリカを実際に調査して。そうですね。けれど実際に進出したのは中国やフィリピンだったっていう感じなんですね。はい。その後あの金型の勉強を独学でしまして、金型っていうのはあの例えばタイ焼きとか今川焼きが製品だとすると、それを形作る金属の部分、で車の部品もそれコンピューターの部品も大体そうだな、7割ぐらいは金型によってできてるんですよ。金型の出来栄えで品質もコストも納期も決まってくるっていう、それぐらい重要な、ものなので、その勉強をして、であの例えばあの車っていうのはモデルチェンジになるじゃないですか、3年に1回ぐらい、そうするとモデルチェンジになった古い型っていうのは基本的にも使わないん で、はい、で古くなった型をバラすことによって構造を学ぶんですね。もちろん固めの図面も見ながらですけども、バラすことによって、あ、こういう構造になってこういうふうに動くんだっていうことを自分の目で見て、それから触ってみて、で、学習して、で最終的にはあの金型の設計の仕事が最後の仕事で、でいわゆる生産技術ですね、よりよくより安くより早く作るという、であの当時バイクの研究所があった埼玉県の朝霞市に朝霞研究所ってあるんですけども、そこのゲストエンジニアとしてあの生産技術の仕事をしたのが最後でした。でその時にあの取り扱った、車種がホンダゴールドウィングっていうハーレーダビッドソンを意識して作った大型バイクですね。当時 1300cc ありました。あんまり重いのでバックギアまでついてるねでなんとかそれがうまくいって、で仕事もだんだんこう面白くなってきて、給料も上がってきたから、なかなかいいなと思ってて、で婚約者もいたので、ね、そろそろあの
落ち着こうかなといった矢先に先ほどお話した父親が急逝してしまったそういったつながりですね、うん、あ、なるほど。じゃあこの海外でも働かれていたじゃないですか、はい、その中で結構英語を話すこととか苦労されたって言ってたんですけど、はい、なんか特にその中でも自分の中できつかったなっていうこととかっていうのはありますか？あのですね、アメリカに渡って半年間全く聞き取れなかったですね。あ、英語がですか？英語が、うんうん、普通3ヶ月ぐらいいるとだんだん聞き取れるようになってどんどん伸びていくらしいんですけど、うん、私もあの大学卒業して27歳だったので、まあ、学生時代も全然勉強しなかったんでね、もともとの知識もなかったんですけど全く英語に触れない仕事をしてたので、はい、もう要するに、完全にこう英語そのものの知識が空っぽだったわけですよ。だからもう本当に一からのスタートで、うん、で子供と遊んでるじゃないですか、はい、ボールとかでお投げ、うん、で子供がボールキャッチし損ねてそれでコロコロって転がって、はい、手足ガエルガエル何言ってんのか分からないでよく聞いたらゲットイット取ってって言った。そんな2つの単語さえ分からないんですよ。あ、もう愕然としてですね、はい、それで日本食が全くないどえらい田舎だったんで、はい、その町に住んでる人生まれて初めて日本人と会ったっていう人ばっかなんですよ。あ、そうだったんですか、はい、だから電話は絶対国際電話しないって誓ってたので手紙だけが楽しみだったんですけれども、日本食は食べれない、それから言葉も食べれないということで、もう食欲もなくなっちゃって、うん、そうですね、通常55キロぐらいがベストなんですけども、はい、45キロまでに痩せた。で見る夢はカツ丼の夢とアジの開きの夢と、たまにうなぎ、で食べようとすると起きちゃうんですよ。あ、あるいはものすごく汗をかいて、はい、それで焼却炉の前にいるんですね、会社ので、なんで汗かいてるかっていうと中身はいるんだけども あまりにも英語もできないし、うん、それから、食事も取れないので、もうお前は強制送還だっていう外務省から電話入って逃げて焼却炉のとこ逃げて暑くてで汗がすごいかいた状態で起きて、そんな毎日が続きましたね。すごい、それがとっても辛かった。とても追い詰められてますそうよね、日本食もすごい食べたかったんですね、文通だけっていうのも厳しいです。はい、そうですね、その時の婚約者さんとはもう文通でのやり取りだったんですか？そうです、そうです。結構じゃあ本当に一人で苦労という経験ですね。それでは話が少し変わってくるかもしれないんですけど、はい、空手が趣味だと聞いたのですが、この空手はどれくらいやられてたんですか？高校1年生からですから15歳で、高校3年間と大学4年間7年間で、卒業してあとはすぐに、コーチになって、で3年目からヘッドコーチ、5年目から監督で、これは40歳で沖縄に赴任しましたけども、それまでずっと監督を務めてました、立教大学の体育会空手部の。空手監督をされてたんですね、はい、この空手を習うきっかけとなった出来事とかそういうのがあるのですか？まあ、きっかけはあんまり恥ずかしくて言いたくないんですけどもまあチビで、それから体力もないし、いつもいじめられてたので、なんかこう強くなりたいなっていうのが単純な動機で、でも始めてみたらその強くなりたいっていうのはあるんですけども、やっぱりものすごく奥の深い武道で、で空手をやったからこそ今の自分があるっていうぐらいに重要な存在です。そうですね、空手ってやっぱり強いっていうイメージがありますもんね。では空手を始めてから今までの間に何か自分の中での変化っていうのはありましたか？ですね、
もう私人に自慢できるもの全くなかったので、何か自分しかやったことないことをやっぱりこう学生時代に成し遂げないたいなと思ってて、で私立教高校って附属高校出身なんですね、はい、でそれの5代目の首相なんです。うん、それで立教大学は、40代目の首相なんです、うん、でそれ以前立教高校と立教大学の空手部の首相を両方務めた人物はいなかったんですよ。だから最初の人物になりたいっていう、それが大きな目標だったんですね。でこれはお金出せばもらえるってもんじゃないので、やっぱり一生懸命努力して、はい、それなりの成績も出してリーダーシップを取れないとキャプテンになりませんから、やっぱりその4年生で最後の首相としての練習が終わった時、やっぱり非常にこう達成感を得たというか、その時自分で自分を褒めました。はい、あとやはり非常に絆が強いんですね、部員同士、あるいは縦の例えばその先輩後輩の関係も非常に強くてですね、常にやっぱり心の支えっていうか、まあ、いわゆるそのこう自分自身のミッションの一つですね、うんうん、それくらい重要な存在なので、私にとっては非常に欠かせない存在です。はい、それからしばらくコロナもあって空手もやってなかったんですけども、今年初めて琉球大学の共通教育の授業で、これ医学部の大庵智子先生がチーフで開講している体育の授業でですね、沖縄県の空手家、あるいは沖縄県琉球大学の教員がオムニバスで学生さんに空手を指導するっていう授業が始まってですね、はい、それで前期無事終了して、学生さんたちみんなついてきて、とても達成感にあふれた眼差しを見た時、とても嬉しかったですね。あ、先生がコーチをされた。私15回のうち2回指導しました。あ、うん、とても楽しかったです。はい、すごい。この空手っていうのは結構あまり私詳しくないんですけど、沖縄とかが発祥で当たってるんですか？もともとは中国の遣唐使の唐、これ唐って言いますよね、うん、唐、そこが発祥で、それが沖縄に渡って、で沖縄の流派に一つ分かれて、でそこから本土に空手が伝わって、で四大流派って、私は和道流なんですけども、うん、松濤館流、郷愁流、紫桃流という四大流派で、今いわゆるこう連盟として統一化の方向に向かってて、でそういうこともあって東京オリンピックに採用されたわけですけれども、はいはい、ですから沖縄は、まあ、日本に入ってきた最初の地なので、非常に歴史的にも空手にとって重要なところなんですね。でそこに大庵先生が着目して、で、70周年を迎えて初めて関係閣議で、特に大学の教員、うん、小暮理事も、はい、確か5級か6級で授業に加わってました。へー、はい、級とかもある、ね、空手は組手と型があると思うんですけど、はい、牛窪先生はどちらもされていたんですか？両方やってました。両方、はい、で私はどちらかというと、まあ背はチビなんですけど、結構こう機敏に動くので、はい、大きい人が嫌がるんですよね。だから組手の方が好きでしたね。組手、YouTube に、はい、あれは監督だった時かな、和道会の全国大会で5人制でベスト8に入った時の映像が残ってます。あ、見せなかったっけ？前見ましたよね。したね。そちらの方もぜひご覧いただければと思います。じゃあこの空手の話は最後になるんですけど、一番思い出になるなってるエピソードとかがあれば教えていただきたいです。
思い出になっているのはですね、まあ、先ほどあの7年間の空手人生をやり遂げたっていうことをお話しましたけど、はい、あの正直言いまして、あの私が4年生の時にですね、あの OB 会が解散しちゃいまして、まあ、ちょっと問題を起こして、うん、で全くお金が入らない代になっちゃったわけですね。はい、それでじゃあどうやって部費を稼いだかっていうと、まあ、当時でいう強制バイトですね。自分の懐には入らないんだけども、働いてアルバイトして部費のために、お金を稼ぐという、でそういったことでですね、あの非常にあの苦労しまして、はい、思うとおり練習ができずにですね、であの今でも覚えてますけども、あれは確か第20回の全国大会があの万博会場で開催されたんですけども、はい、あの1回戦でボコボコに殴られてですね、それであのあれ本当に痛かったですね。で今でも覚えてます、あの夕日がこう目に入ってきて、で涙なのか汗なのか分からないけども、こんな敗北で俺の空手は終わるのかっていうことで、で何が言いたかっていうと、あの悔しさは絶対に忘れないんです。でそうならないためにどうするかっていうことを考えてですね、それでもう現役はもうここで今日で終わりなので、やはり後輩にこんな思いだけはさせたくないので、あるいはアルバイトだけのやっぱりこうクラブ活動っていうのもやっぱおかしいじゃないですか。はい、でちょうど40代目だったので出所で OB 会を復活させてですね、で今でも覚えてます、築地の自作という飲み屋さんに集まって、で OB 会が再結成されまして、それで非常に意欲的な OB の方が組織してくれたので、やっぱりこう部品もどんどん入るようになって、はい、強制バイトもしなくていいと、それから指導陣も充実させて、で当時オランダに空手留学していた4つ上の先輩に話をかけてもらって、してで監督になってもらって、で私はコーチヘッドコーチで、で私の2代下の、後輩たちが、全日本ベスト8に入りました。おーすごい。で最終的には日大に 2-1 で負けたんですけども、うん、決勝戦は拓殖大学と日大だったんですけども、はい、3-0 で日大が勝ってるんですよ。すごい惜しかったんですけどね。でその2年後に私が監督になった時は東日本大会でベスト8に入ってですね、要するにクォーターファイナリストですからやっぱりレベルが高いわけですね、はいはい、だからそこまでやっぱりこうレベル上がったっていうのがすごく嬉しかったですね。うん、先生のおかげでいろいろと変わってきました、うん、変わってきたみたいですごいですね。では最近料理の方も極めていると、あ、極めていきたいとお聞きしたのですが、はい、ですね、先生の得意料理とかはあるんですか？一番の得意は土佐寿司ですね。土佐寿司、土佐寿司初めて聞きました。母親が高知県出身で、で4歳の時から毎年高知には遊びに行ってたので、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいるんで、でそこで必ず出てくるのが高知の沢地料理っていう姿寿司ですね。うん、まあ、サバが多いんですけども、サバの内臓を取って、はい、で骨を抜いて、でそれはそれを酢漬けにして、で一晩ぐらい漬けておいて、うん、でそれに使ったお酢に砂糖と塩とそれからごまとそれから大葉ですね、大葉、それから生姜のこうみじん切り、これを混ぜて酢飯を作って、で出来上がった酢飯をサバの開いたところに詰める、それをサバの姿寿司っていうんですけども、それは職人並みですね。食べてみたいですね。食べてみたい。
まあ、あのゼミの学生には年1回ですけど必ず作ってあげて、まあ、姿寿司は毎年できなかったんですけども、はい、ベースとなる酢飯は全部土佐寿司にして、であの お刺身を買って皆さんに提供して喜ばれたと。とてもいいですね。私たちもね食べたい。沖縄ちょっと暑いんですけど、やっぱりあのおでんが得意ですね。おでん、はい、あのお金がなかったんで学生時代ずっと3年間、はい、2年生からあの桃太郎という大衆割烹でバイトして、であの練習が終わって6時から10時までと、それからあの お昼の定食もやってたので11時から1時まで、だから6時間 毎日働いてるわけですよ。で当時としてですね、10万円以上、だいたい時給で400円の時代ですけども、それで10万円以上ですか。10万円以上すごい、ほぼ毎日働いてるじゃないですか。そうですね、でただその半分ぐらいはですね後輩のご馳走代に消えていくんですね。先輩辞めたいです泣き別帰ってくるんですよ。今いっぱい飲んでけよっていう感じで、それで元気になってああよかったなと思うと翌日また辞めたいですその悪循環ですね、うん、まあでもそういうやつがあのそういう後輩があの全日本のベスト8に入ったわけですから、あまんざら無駄ではなかったというか、全然無駄じゃない確かに。あと おでんも得意ですよおでんは出汁から作って、美味しそう。これは関東風ですけどね。関東風はどんな味付けなんですか。基本的には昆布とそれから鰹節、うん、まあ、鰹節、はい、まあ、いりこだしを入れる場合もありますけども、要するにあの肉は絶対に入れない、魚と野菜だけですね。おでんあんまり食べたことないので。沖縄ですからね、あのテビチは絶対入れちゃダメなんですよ本当はね。テビチ沖縄流ですね、うん、これはでは話は変わっていくのですが、この流大アイビーンでは毎回ゲストの先生のリクエストした曲を流すというコーナーがあります。牛久保先生がリクエストした曲を教えてもらってもいいですか。はい、ジョン・デンバーのカントリーロードです。じゃあカントリーロードを聞いた後にさらに牛久保先生のこれからの目標などのお話についてもお伺いしていきたいと思います。それでは牛久保先生のリクエスト曲カントリーロード。ラジオをお聞きの皆さんこんにちは。本日の流大アイビーンのパーソナリティは佐久本真帆と宮城里奈でお送りしています。今流れていた曲は本日のゲスト牛久保先生のリクエスト曲カントリーロードでした。牛久保先生にとってはこの曲はどんな曲ですか。はい、会社時代にあのバンドを組んでまして、私はドラムスとセカンドギターをやってて、で特にあのフォーク系で演奏するときにメインの曲として歌っていたのがこのカントリーロードです。で私あのカントリーウェスタンがとても大好きで、はい、であの先ほどアメリカに行った時の話をしましたけど、あのキャンパスにあのでっかい切り株があってですね、はい、でそこの上に座ってギターをつまびきながら、なんか素敵ですね、カントリーロードを歌って、でリスが必ず8匹ぐらいいるんですよ。リスが、リスだいたいあの2メーターぐらいのこう距離を置いてですね、はい、こうやってずっと私の歌を聴いてるんですね。かわいい。それがなんとも可愛くてですね、でちょっと近づくとこう後退してまた戻ると前進していくんですけどだからやっぱりあの時のリスには本当に感謝してますね。毎日歌ってました。だからカントリーロードとそれから立教大学の校歌、校歌、はい、これ毎日歌ってたんです。そうするとこう涙が出てますね。なんか切ないですね切なくなってきた。なんかリスたちの音楽会みたいな。そういう意味ではもう非常に思い出深い私を支えてくれた歌ですね、はい、すごいリスのエピソードとかすごい印象的ですね見たことないですね私たちリスなんてそうですね、はい、では牛久保先生の今後の目標であったりやりたいことがあれば教えてください。
はい、目標はやはり大学の役員として琉球大学をより良くより良い大学にするための、はい、まあ、いわゆるこう、取り組みにをしていきたいというふうに考えています。でやりたいことはたくさんあってですね、特に定年して後のことなんですけども、はい、やっぱ空手とゴルフとテニスは運動として続けていきたいということ、まあ、ゴルフは下手なんですけども100ぐらいしか回れないので、できたらまあ80ぐらいで回りたいなと思ってるし、テニスは私の東京の自宅の 目の前がテニスコートなので、はいはい、そこでいとこと楽しみたいなと思ってます。あと海外国内旅行、まあ、釜次郎くんっていう犬を飼ってるので、家内と3人で全国を回りたいと思っています。それからやっぱり本を読みたいですし、小説を書きたいですね。あと、短歌とか和歌を作ってみたいです。すごい、やりたいことがたくさんあります。あとは料理をもっと極めたいということと、それからやっぱりこう健康が第一なので、はい、運動もそうなんですけども、毎日のウォーキング、はい、これも、継続的に続けていきたいなっていう、まあ、いわゆるなんていうかな、今までは客観的なニーズにかなうようなことを仕事としていたんだわけですけども、はい、これからは主観的なニーズにかなうようなことをやっていきたいっていう、自分のやりたいことをやっていきたいっていう、そういった、ことが目標です。なるほど、はい。料理の方は先ほどお寿司だったりおでんを作っているっていうお話だったんですけれども、はい、新しく作りたい料理などありますか？日本そばですね。そばですか、はい、粉からですか、はい、すごい。あと中華をちょっとまずは極めてみたいと思うんで。中華ですか？中華料理、チャーハンとかですか？チャーハン結構難しいんですよ、美味しく作るにはね、はいはいはい、あとは八宝菜とか麻婆豆腐とか、一般的な中華料理にワンポイントテクニックを加えてより美味しくするっていう、ワンポイント、はい、それを開発するわけですよ。はい、開発していく、はい、すごい、料理人になれますね、はい、すごい、中華料理っていろいろ種類があるから結構 ね奥が深そうですね。なるほど。では琉球大学で牛窪先生は長く働かれていますが、この大学の良さについて教えていただいてもよろしいですか？はい、やっぱりゆいまる精神、これは琉大のみならず沖縄の宝物だと思うんですけども、はい、やっぱりこう協力し合いながらお互いを尊重してるっていうか、はい、優しい感情気持ちっていうか、こういったものはやっぱりみんな持ってますよね、はい、でこれがもう一番のやっぱり魅力だと思います。それからやはり沖縄が持っている本土にないそういったこう可能性とか強みとか魅力、はい、これを生かした、例えばそのこう教育とか、はい、生かしたサービスとか生かした商品とか、そういったコンセプトでちょっと私はビジネスっていうのを考えてきたので、そういったものをやはりこう活用できる場にいるっていうのはとても幸せなことだと思うので、そういうことにぜひ若い学生さんに気づいてもらって、沖縄の良さをやっぱりこう大切にした商品サービスケア教育の在り方を考えていっていただきたいなというのを思います。まあ、そういう意味で非常にこう可能性に満ちた地域だと思うので、はい、やはり自分たちの故郷が非常にとても素晴らしいものを持ってるんだっていう意識を常に持ってですね、勉強にもそれから仕事にも取り組んでいただきたいなというふうに考えています。なるほど、はい、やっぱ私たち琉球大学ですから、やっぱ沖縄の良さっていうのを生徒としてもいろいろ考えていって将来につなげていけたらいいなって思います。そうですね、はい。では最後になりましたが、皆さんに伝えたいメッセージなどがあればお願いしてもよろしいでしょうか？はい、私は今リカレント教育でもそうなんですけども、はい、明日もコーチングの授業やりますが、コーチングの考え方を一言で言わせていただきます、はい、コーチングっていうのはコミュニケーション対話なんですね、はい、で2つの条件が加わるとコーチングになります。2つの条件というのは
相手の立場に立って相手の話を真剣に聞く対話、うん、相手の立場に立って相手の話を真剣に聞くコミュニケーション、これをぜひともメッセージとして伝えたいと思います、うん、とても素晴らしい人間関係を築く上での基礎になると思いますので、はい、ぜひ覚えていただきたいと思います、うん、ありがとうございます。このような貴重な情報を今学生の身として聞けるのはすごいありがたいことですし、これからの将来にもつなげていければと思います。宿坊先生ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。そろそろ龍大愛便終了のお時間がやってまいりました。牛窪先生、今日はお忙しいところお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。そして貴重なお話もありがとうございました。それでは CM の後、龍大愛便についての活動内容の紹介があります。ぜひ最後までお聞きください。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店好評営業中。FSO パイロット留学アカデミー。僕はスカイ、夢はパイロット。制服かっこいいし、給料もいいし、世界中を旅できる。きっと女性にもモテるよな。あー、パイロットなりてー。国内初の FA パイロット試験官が熱血指導するパイロット留学アカデミー。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7MHz 南クルナイサーでリスナー参加型ラジオ、セイハロー FM 宜野湾。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日の龍大愛便のパーソナリティは佐久本真帆と宮城里奈でお送りしています。さて、今回は牛窪先生にお話をお伺いしました。皆さんは楽しい時間を過ごすことができたでしょうか。さて、龍大愛便では出演者パーソナリティを募集しています。興味のある方はお気軽にインスタグラム、ツイッターの方に DM いただければ嬉しいです。この番組は FM 宜野湾さんの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、この番組が終了した後もアーカイブの動画として聞き逃した方もそちらの方を聞くことができます。またツイッターやインスタグラムでも龍大愛便に関する情報を見ることができます。インスタグラムではハッシュタグ龍大愛便と検索してもらえれば龍大愛便のアカウントの投稿も見られますので、チェックしていただけたら嬉しいです。コメントの方もお待ちしております。今日のパーソナリティは佐久本真帆と宮城里奈がお送りしました。それでは皆さん、来週の龍大愛便でお会いしましょう。バイバーイ。